はいどうもゆうじです今日はこちら今年一番の逆切れを見たというお話ですえ今回はですね東谷義和さんという方についてのお話になります簡単にこの方何をやらかした人なのかということをちょっとお話しさせていただきたいんですけれどもこの方あの詐欺を働いたようなんですよえどんな詐欺をやらかしたかというと BTS に会えますよ っていうふうに言って、女の子から何十万とね、1人何十万とお金を巻き上げて、これが1人や2人じゃないっていうお話なんですよ。まあ、かなり荒稼ぎをしてたみたいなんですけれども、まあ、そうやってお金を巻き上げてしまったと。でもう一つが、有名な YouTuber のヒカルさんの名前を使って、まあ、お金を騙し取ったというようなことをやってしまったらしいんですね。でそののさんの件に関しては 東の光さんご本人が昨年の12月10日に自身のチャンネルで動画を作って「それは詐欺ですよ」というようなことの注意喚起も含めて。 発信をされてていいるという状態になっておりますでタイトルの方が「え警察へ光の名前を使った詐欺に130万円振り込んでしまった被害者に会いました」というようなタイトルで動画を出されております一応概要欄にえこの動画の URL 貼っておきますので気になる方はご覧になってみてくださいで今回ですね約3ヶ月後にはなるんですけれどもそうやってさらされちゃったということでこの東谷義和さんが ご自身の YouTube チャンネルを立ち上げてそれに対して客切れをしているというような内容になっております。 まあ今回はねそれについて思うところをお話しさせていただきたいと思いますよかったら最後までお付き合いくださいでこの東谷さんという方がどんな方のかざっくりお話をしますと、えー、株式会社エバーフリーの元代表取締役だったそうです現在は退任をされているということなんですねまあ、今回の,その詐欺事件ですとかそういった兼ね合いがありまして退任をされているということになります でこのエバーフリーという会社は、まあ、アパレル関係とそれから、まあ、広告代理店とかそういった感じの、まあ、メディア関係のお仕事をされているような会社となっておりますで東谷さんの暴露をしている作業を暴露しているのはヒカルさんだけではなくて最近ね名前をよく聞くことがあるんですけれども Z リーさんという方こちらの方がツイッターで BTS の件について暴露されておりました。それがこちらになります。東谷の BTS に会える詐欺の提携文。 自分のブランドが BTS とコラボするから LA に同行すれば合わせるとふかしこいて1人30万円を振り込ませまくり綾野剛山田孝之ワンオクタカ三浦翔平に新た真剣佑とか飲み歩いているやつだから本当の話だと信じて振り込んじゃった女の子多数でこれがツイートされたのが昨年の12月の4日になりましてこの後に。 ヒカルさんが動画を出したというような流れになっておりますで、さらにこの件とは別の件が今ツイッター上で話題にはなっているんですけれども何かっていうと この詐欺で得たお金がライバーの会長である飯田さんの方にあのかけ麻雀を通じて渡っているよっていうような話が話題になっております。まあそれはまた別のお話なので、まあ機会があればちょっと動画にしたいなというふうには思っております。で、そんなことなかあって、その3ヶ月後にこの東谷さんが動画を出されたというようなお話になっておるわけです。で、この動画でどういうことを言っているかというと、 まずあのヒカルさんに対してお前暴露しやがってふざけんなっていうことを一つ言っております。お前が詐欺の件暴露したせいで仕事もなくなったし家族にまで迷惑かかってんだふざけんなこの野郎とお前だけは絶対許さねえからなっていうようなことを言っております。 そしてさらにこのひ、えー、東谷さんと光さんは一回会ってるようなんですけども「俺ら一回会ったことあるんだろ」うとで連絡先とかも知り合いのね共通の知人とかもいるんだから連絡も取れるんだから文句があるなら動画にしないで直接言ってくりゃいいじゃねえかっていうようなことをおっしゃっておりますそれもしないで動画を作って「何してくれてんだこの野郎」と「お前のせいで俺は全部失っちまったんだよこの野郎」というようなお話になっております。 まあそのほかねいろいろぐだぐだ言ってたんですけれどもなんかね繰り返し繰り返しまあ同じことを喋っていたような感じになりますあとまあ他に言ってたのはまあ他のねその芸能人とかのまあ尻拭いだとかなんとかいろいろやってきたんだけどもそれについても今後全部暴露していくぞオラっていうようなことをねなんかまあ下巻きながら <laughs> お話をされていたようですでこの方の現状なんですけれども なんかねバイトで食いつないでるみたいです。まあ、同情買うつもりで言ったかどうかはわかんないんですけども、動画内でね、そういうことをおっしゃっていたので、まあ、定職に就いてるわけではなくて、なんか、バイトしながら YouTube やって、なんとかそこでお金を返すように頑張っていくつもりみたいです。まあ、これについて思うことは、まず一つです。はい、あのー、テーマにもある通り、すげえ逆ギレだよねというふうには思ってるんですよ。ヒカルさん、何も悪くねえじゃんっていう話だと、俺は思ってるんですよ。 あのヒカルさんは自分の影響力を知って自分の名前を使って詐欺をしている人がいるという風な注意喚起を行っただけなわけじゃないですか。自分の名前を語ってこういうことをしてくる人がいるのでこういう人に騙されないように気をつけようねっていう風に。 たくさんの方に向けて発信しただけであって、別にこの方に文句が言いたかったというような動画ではなかったわけですよ。もちろん、あのヒカルさんとしても、思うところはたくさんあるとは思いますけれども、趣旨としては、文句を言うということではなくて、詐欺に引っかからないように気をつけてくださいねというような啓蒙の方が強かったんじゃないかなというふうに、彼の動画を見て私は思っております。 っていうかさ、<laughs> そもそもの話なんですけどひかるさんが晒したせいで仕事も失ってで友達も失って家族から集めたい目で見られてで、しかもまあなんか嵐みたいな人がその自分の母親に対してなんか危害を加えるようなことをしてみたいなことを言っているんだけれどもあの詐欺せんかったらよかったやんっていう。<laughs> 話でしかないと思うんですよ。それ全部あなたが詐欺行為したから、そのしっぺ返し食らってるんでしょう。っていう話なわけですよ。これひかるさんが悪いわけじゃないんですよね。で、ね、この動画の中でいや自分にも悪いところはあったとは思うけれども、もみたいなことを言ってるんだけど。いや。<laughs> あの それあなたが全部悪いんだからって話なんですいや俺にもじゃなくてあなたが全部悪いのっていう話なんですよ別に光さん何も悪くないでしょって話なんですよあまりにも責任転嫁しすぎよそれは。いいやさあの東谷さんみたいに 人を騙してねお金を巻き上げてたらそれがねバレて明るみに出たらどうなるかなんてちょっと想像すればわかる話なんじゃないのっていう話なんですよねいやそんなはずじゃなかったとかって思ってるんだったらねあなたの想像力が欠如していたっていう話だし分かっててやったっていうんであればそれは自業自得でしょっていう話にしかならないと思うんですよそれを誰かのせいにするっていうこと自体おかしくね っていうう話だと俺は思うんですよね、まあ、そんなダダこねてる暇あったら <laughs> あのアルバイトでもして1円でも多く稼いできて早く被害者にお金返したらええやんっていう風には思うけどね,でねこの人の論理の組み立てでまああまりよくわからないのがで詐欺を働きましたそれを暴露されましたそのせいで え仕事も失いました。家族からは冷たい目で見られます。嵐からは家族に対して攻撃を受けてます。だから芸能人の闇を晒しますって。<laughs> えっと、どっからどうつながったおいっていう話になるんだけども。 まおそらく、まあ、それしかもう残ってないんだろうね手元にそれをこう切り売りすることによってお金を稼ぐ手段しかもう残されてないからこうやってなんとかまあこれもね、まあ、どういうその芸能界の闇が飛び出してくるかはわからないんですけれどもまずはですね <laughs> 騙し取ったそのお金をですね早く被害者の方にまあお返しなさる方がよろしいんじゃないかというふうに 思っておりますでもさこれ本当に詐欺がまあ事実だったとすればさこれ何で捕まってないんだろうねっていうふうには思うんですよ。は、まあ、ね今後ね捜査が進んで本当に捕まるかどうかは分かんないんだけれどもまあ事実であれば野放しにしておいていい人間じゃないんじゃないのとは思うんですがまあ今後のね投稿についてはまあ、追っていきたいなというふうに思っております。 ちなみになんですけど詐欺罪ってねかなり重い罪なんですよ、えっと、懲役10年以下の懲役と重い罰則が定められているということなんですで詐欺罪っていうのが第246条人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。 全項の方法により財産上不法の利益を得または他人にこれを得させたものも同項と同様とするというふうになっているんですね。でしかもこれってどうやら申告罪というものではないらしくてあの被害者の告訴とかは別に必要ないようなんですよ。だから 被害者が訴え出てないからとかっていうことではなくてもうこの事件がネット上でも明るみになってるんだから捜査行われてもいいんじゃねえのっていうふうには思うんだけれどもまあ私はその辺のね専門家ではありませんのでまあどうなるかはわかりませんよかったらね詳しい方いらっしゃいましたらぜひねコメント欄で教えていただけると大変嬉しく思います 皆さんはこの件どのように思われましたでしょうか何か思うところございましたらぜひコメント欄でコメントしていっていただけると大変嬉しく思います。あとはこの動画がいいなというふうに思っていただければぜひチャンネル登録をお願いいたします。以上